7月7日、愛媛中央農業協同組合が愛媛県庁を訪れ、紅マドンナ入りジュースの販売報告会が行われました。福島理事長は、この度は外観の理由で流通できない果実に付加価値をつけるため、商品開発させていただいた。100% 果汁の紅マドンナ入りのジュースとなっているので、ぜひ飲んでいただきたいと述べました。これに対して中村知事は、紅マドンナの生産者は着実に増えている。紅マドンナは愛媛県のみが生産しているオリジナル品種なので、その強みを生かしていただきたいと述べました。